はい。本日も井上小孝三さんからのスクープ情報が入ってきました。どうぞ。あのですね、武田哲也さんなんですが、これ絶対言わないでくださいよ。実は、シャワー浴びてるとき、無意識におしっこしちゃうらしいんですよ。